昨日、中津市の奥塚市長に優勝を報告したのは、大畑小学校6年の徳永美美さんです。徳永さんは先月大阪で行われたアクロバティックな動きが特徴のダンス、ブレイキンの全国大会で、小学生女子高学年の部で見事頂点に立ちました。徳永さんは優勝という夢を叶えることができてとても嬉しいと大会を振り返り、市長の前で見事なダンスを披露しました。世界中に活躍できるような精神になりたいなって思ってます。県ダンススポーツ連盟によりますと、ブレイキンの大会で個人で日本一に輝いたのは徳永さんが県内で初めてだということです。